セパレートシャシーの本格オフローダー。フォードは欧州市場で設けられている。メーカー平均での CO2 排出量に手を焼いている。新しいフォーカス RS を提供する余裕がないほど、目標の達成は難しいようだ。ジープラングラーへごする内燃エンジンのオフローダーなど、販売できる状況ではないのだろう。 それでも特定のディーラーを訪れれば新しいブロンコを購入できる。並行輸入という形で。それがロンドンにショールームを構えるクライブサットン社で。彼らはフォードマスタングやシボレーコルベットなど、アメリカ社を得意としている。ちなみに日本にも並行輸入しているディーラーは存在する。 初代を想起させるデザインをまとう。新型ブロンコが発表されたのは2020年。2ドアと4ドアのボディスタイルがラインナップされ、セパレートシャシー構造を採用する本格的な四輪駆動のオフローダーだ。一回り小さいブロンコスポーツも。存在するが、こちらはだいぶ内容が異なる。モノコック構造で、 オンロードへ焦点が向けられたファミリー SUV と言える。本物のブロンコと呼べるのはもちろん全車の方。シャシーはピックアップトラックのレンジャーから派生したもので、フロントサスペンションは独立喧嘩式。リアはリジットアクスルとなる。四輪駆動システムには、ハイレシオとローレシオが備わり、 後輪駆動へ切り替えることも可能。広大な北米大陸を駆け巡るような。アドベンチャーを前提に開発されている。ルーフやサイドドアは脱着可能。最大のライバルといえるラングラーを。ジープは年間20万台以上も世界中へ届けている。アフターマーケットパーツやカスタム市場もかなりの規模と言っていい。 高度が同じクラスに属するモデルを欲したとしても不思議ではない強く意識しているだけにボディサイズもラングラーへ近い4ドアのラングラーアンリミテッドは全長が 4882mm 全幅は 1894mm 全高が 1848mm だがブロンコは4 8 1 1ト、mm、ル。 1937mm、19 mm、1962mm となる。ルーフはソフトトップかハードトップを選べる。どちらもボディから取り外すことができ、サイドドアも脱着が可能。テールゲートは横に開く。グレードやオプションなどの選択肢も多彩。北米市場では、3万ドル 約447万円を切る価格から提供されているが、ディーラーはもっと強気の設定でも良いと考えているようだ。これまでに16万台以上の注文が寄せられたといい、需要の高さを裏付けている。今回グレートブリテン島で試乗したブロンコはアウターバンクス。北米ではミドルグレードに相当し、 トップグレードとは異なり、オンロード重視のタイヤを履く。ラングラーと同じく、オフローダーらしい武骨な雰囲気が漂っているほど、ブロンコはかっこよく見えると筆者は思う。この例では、少し上品すぎるかもしれない。エンジンは 2.3L 直列4気筒ガソリンターボのエコブーストユニット。重速 AT が組み合わされる。 他に 2.7LV6 ガソリンターボも選べ、6速 MT もオプションで指定できる。3.0L エンジンのラプターも追って登場するそうだ。扱いやすさや回答性はフォードらしい強み。インテリアは期待通りタフなデザインでまとめられている。運転姿勢は背もたれが置き気味で、ボンネットの先端が見える。 両脇のグラブハンドルが本格的なオフローダーに乗っている気分を高める。これはルーフへ乗せたカヤックの先端をロープで固定したり、林間を走る際に枝がフロントガラスへ当たらないようにするワイヤー、リムライザーを取り付けるためのもの。ボディサイズも把握しやすい。アドベンチャーには必要なアイテムだ。 人間工学的にも優れている。エアコンとオーディオには手袋をしていても操作しやすそうな大きなボタンやノブが用意されている。ゴムでコーティングされ質感も良い。ダッシュボードの中央には控えめなサイズのタッチモニターが埋め込まれている。メーターパネルもモニター式で表示内容を選択できる。 フロントシート側の空間は十分ゆとりがあり、天井も高い。ドアパネルにはネット張りのポケットが用意され。アクロを走っても小物が暴れるのを防いでいる。確認はこのくらいにして、早速発進。四気筒ターボエンジンは、穏やかに目覚め。アクセルペダルへ正確に反応する。クリープ走行も安定しており、 エンジンブレーキもよく効く。アクロで有用と言えるが渋滞した市街地でも扱いやすい。乗り心地は全体的に角が取れているが、フラットというわけではない。ステアリングホイールは重すぎず軽すぎず好印象。自然な回答性で反応はダイレクトでフォードらしい強みが現れている。 走破性に疑う余地はない本格派。ドライブモードも複数用意されている。ブロンコの場合、ゴート、ゴートと名付けられているが。ゴーズオーバーエニーテライン。どんな地形も走破するというフレーズの略らしい。白岩ヤギを示す単語でもある。走行時の洗練度はほどほど。試乗車はソフトトップだったが、 高速道路では若干進もとなく、橋桁の継ぎ目などでボディが振動する仕草も見られた。ハードトップの方が安心感が高く快適だとは思う。とはいえ、上質で現代的なオフローダーをお考えなら、ランドローバーディフェンダーや、トヨタランドクルーザーを検討された方が賢明だろう。本質的に、 欧州や日本の環境を前提としたモデルではない。無論、走破性に疑う余地はない。本格派らしく、渡過水深は850ミ、mm、リメートルもある。ボディと路面が接する角度は、フロントのアプローチアングルで35.5度。ブレークオーバーとリパーチャーのアングルは、20.0度と29.7度で、 こちらも十分以上だ。グレートブリテン島でブロンコを楽しむには、車検を受けて合法化する必要があり、小さくない手間がかかる。各して英国での価格は、2年の保保証付きで、4万5千ポンド約814万円から、8万5千ポンド約1538万円なり、 ラングラー・アン・リミテッドより高いことは事実。ルビコンを選べば6万ポンド約1086万円を超えるとはいえ、ディフェンダーに並ぶ金額でもあると考えると、価格的な競争力が高いとは言えない。もっともブロンコは趣味の延長のようなオフローダーだ。選ばれる際、合理性が理由になることはないだろう。 フォードブロンコ2.3エコブーストアウターバンクス英国仕様のスペック英国価格75000ポンド約1357万円市場車全長4811ミ、mm、リメートル全幅1937ミ、mm、リメートル全高1962ミ、mm、リメートル最高速度時速193キロメートル予想 例、時速 100km 加速8.0秒予想燃費 9.9km パーリットル予想車両重量 2045kg パワートレイン直列4気筒 2261cc ターボチャージャー使用燃料ガソリン最高出力 273PS5500rpm 最大トルク 42.6kg M 3500rpm ギアボックス十速オートマティック